ディアドラはイタリアのスポーツ用品メーカーである。1948年に登山靴メーカーとして創業した。現在は世界75カ国以上でサッカー、テニス、ランニング、サイクリング、モータースポーツ、ライフスタイルなどあらゆるジャンルを展開する。またディアドラユーティリティブランドで安全靴なども展開している。マルチェロ・ダニエルによって創業された。 企業名となっているジアドラは古代ギリシャ語で神より賜れし市場の贈り物という意味である。日本ではディアドラユーティリティブランドに関して安全靴ブランドのドンケルが代理店となっている。なお、スポーツ関連は DMR が代理店だったが契約満了に伴い2021年5月末をもって撤退した。また、かつては愛知県一宮市にある 一宮市総合体育館の三つのアリーナのうち一つの命名権をジアドラの日本代理店であった DMR の親会社ヌモリリンが取得し2011年4月の開設から2020年末まで最大規模の第一競技場をジアドラアリーナと命名したベン・ジョンソンのスポンサーになっており1987年世界陸上選手権で ジョンソンが9秒83の世界記録を出したことから、飛躍的にセールスが伸びた。ありがとうございます。